D さんのビデオブログへようこそ。はい、いやなんか東京もちょっと梅雨入ってるみたいで、しばらく雨なんかずっと降るみたいなことを天気予報で言ってて、憂鬱な D さんでございます。はい、そういえば自分って YouTube やり始めたのって、 YouTube のチャンネルを作ったのがまあ2016年で、その時に4ヶ月で21キロ痩せたっていう動画を初めて作って投稿して、でそっからもうずっとほったらかしにしてたんですよ。で、まあ、400、500人ぐらいチャンネル登録者がなんかその動画だけで増えたんで、あちょっとやってみようって感じで、まあ、4ヶ月5ヶ月前ぐらいから、YouTube に動画をアップし始めたんですよね。で、まあ、ありがたいことに1万人の方を突破させていただきまして、本当に感謝してるんですけれども、まあ、自分の動画ってまあフィットネス、あと美容とか、あとはまあ物系、最近だったら、あとはまあ投資とか、まあお酒とかね、そういうこととか、まあなんかアパレルとか、まあ、そういうこととか、あの結構いろいろやっている感じのチャンネルになると思うんですけれども、今後はね、あのその前も言ったけど山やりたいとか旅やりたいとか、そんな感じで、まあ、エクスポーツやりたいとか、まあ、いろいろそういう感じの動画なんですけれども、今のところ比率でやっぱり多いのって、まあ、美容とフィットネスで、フィットネスの動画についてなんですけれども、 YouTube 始めた人ってこうやっぱりチャンネル登録者数が多い人とか大物 YouTuber の人の動画を参考にして自分の動画を作り始めると思うんですよ。でフィットネスの動画に関して言えば、今特に多いんですけど、みんなあの動画にエフェクトつけて、まあ、結構カット割りをやって、で大きめな EDM とか、まあ、ロック系の音楽かけて、自分のトレーニングのプロモーションビデオ風みたいな感じで作ってる人も多いと思うんですけれども、あれをやっぱりやり始めた、日本でやり始めたのはカネキンフィットネスさんですよね。でカネキンフィットネスさんをやっぱりみんな参考にしてるから、フィットネスの今の YouTube を始めた人たちの動画ってほとんどそんな感じになってると思うんですよ。で俺も実際そういう動画を作ったことあるんですけれども、その影響力ってそう考えるとすごいなと思いますよね。ただそのね、その感じがすごい今同じような動画が多いんで、まあそこをちょっと自分はどうしようかなと思って試行錯誤してて、俺もああいう動画作りたいなと思う反面、やっぱりちょっとあの人の動画を真似して作ってる感じの人が多いから、自分が参考にしている YouTuber っていうのはカズチャンネルのカズさんと瀬戸康史さんなんですね。であの人たちってまあレビューアーじゃないですか。でレビューアーだけどこう見てて面白いし飽きないし簡潔だし、こう分かりやすいというか、ああいう要素を自分のチャンネルにこう取り入れようと思って常に研究しているっていう感じです。はい、まあ、そんな感じでやっているので、まあ、今後も、自分の動画はどっちかというと、まあ、ユニークっていうか、ユニークな感じの動画を出していこうかなと思ってます。で最近あの美容の、まあ、スキンケアの男の美肌塾って2段階動画出したと思うんですけども、まあ、ビデオブログって視聴回数が特に少ないから、まあ、あんまりこうみんな見ないから言うかなと思ってるんですけど、美容液を、作りたいんですよ。僕は自分がプロデュースした美容液を作りたい。でそれはもう完全オールインワンの美容液を作りたいと思ってます。この一つで全てのスキンケア、洗顔が終わった後のスキンケアを完結するっていうものがあったら、もうそれだけでいいじゃないですか。めんどくさいし、いろいろつけるの。だからあのこの間動画で紹介したのも、化粧水とクリームつけるか、化粧水と美容液つけろった方がいいですよって言ってたんですけども、もう全てがそれで完結できたらすごい楽だなっていう、そのオールインワンの美容液を作ろうと思ってます。まあそのためにはね、あのいろいろあのやっぱり作るんだったらいいものっていう感じで、そんなに値段高くなくてもできるんですけども、作るんだったらいいものを作りたいっていう考えがあるので、まあそれを今あの目標に頑張りたいと思ってるので、はい、まあいつかできたらいいなという感じです。はい、まあちょっとね、なんか梅雨明け
が待ち遠しいっていうか、まだまだ梅雨なんですけども、あのちょっと嫌な時期続きますけど、逆にテンション上げていきましょう。はい、それでは